スマスということで、お話をちょっとさせていただきたいなと思ってるんですけどね。毎度バカバカしいお話をなんてね、そういう話で、いつもお話をする話家もいますけども、毎度バカバカしいお話よって、あもういいよ、毎度バカバカしいのは、たまにはまともな話しろよ。まあ、いろんなお客様がいるわけでございまして。まあ、クリスマスということでございまして。暮れにやるからクリスマスなんてね、いう車両は、ちょっと昭和の時代は受けたんですけども、平成の時代になりますと、ちょっと受けないようでございまして。そう言いながら、どういう話をするかということをお客様のお顔を見ながら考えているわけでございまして。クリスマスだね。来たね。靴下だね。どこでもう一つはどうしたんだ。あそこに下げてあるよ。クリスマスだからな。お前に誰がプレゼント持ってくるってんだよ。それに靴下くれ。払っとけよ。あ、それはプレゼント用じゃねえよ。だってお前今クリスマスだからって言ったじゃねえか。言ったよ。クリスマスの時期は物騒で泥棒に入られても困るからな。まあ、これは魔除けだよ。今日うちではこれからクリスマスパーティーなんだよ。そしてあのクリスマスの歌を孫子代々歌うんだけどね。なんていう歌だい？じゃあ、ちょっと触りの部分を。触りの部分ってお前カラオケじゃねえんだよ。ジュングリベール、ジュングリベール、鐘が鳴るか。そりゃお前な、ジングルベルじゃねえかよ、お前。それに鐘じゃねえよ、鈴です。どうしてそういう歌詞なんだい？うちでは代々、ジュングリ、ジュングリと続けて歌い続けるから、ジュングリベル。ここでうちもな、実はパーティーをやるんだけど、ケーキ買ってきたんだ。見てみるかい？お、見せてくれよ。ん？なんだよ、このケーキは。マロンケーキかい？ああ、ずいぶんマロンが乗ってる。うまそうだね。うまそうだろう。あれ？このケーキ、マロンだけじゃねえか。クリームも乗ってねえ。毎年、うちはこれで済ませてるんだ。経費節減ならぬ、ケーキ節減。まあ、大した謝礼言わねえね。それでこういうの、なんて言うんだい？マロン、つまり、栗だけだから、栗で済ます、クリスマス。もっと景気のいい話しろよ。それにしてもサンタクロース。あれはなんで煙突から人の用地に入ってくるんだい？着ている服でサンタクロースっていうのはわかるからいいけどな。そうだな、赤いからな。赤い服っていうことは60過ぎだな。赤いちゃんちゃんこ。還暦じゃねえんだからな。赤いだからいいけど、あれがピンクだったら、林家ペーパー子だよな。おじいさんが大きな袋を持ってるな。そうだな、デイチ。高齢者にましてやこういう時間に働かせるってな、許せねえ。ことと指令によっては、こっちとら黙っていねえぞ。おいおい、そんな物騒な問題じゃねえ。だけど、夜の夜中に人の家に忍び込んで、パーッと小判を投げ入れる。あのな、ネズミ小僧を二郎吉じゃねえんだぞ。じゃあ、あちこちチャイムを鳴らさず、人の家に黙って入り込む。不法侵入罪じゃねえ。大きな袋を持っているところ、たまたま起きてきたそこの家の奥様に騒がれて、110番される。あのな、お前、刑事ドラマの見過ぎだよ。刑事が来て、もう調べがついてるんだ。神妙にしろ。そしたらそばにいたトナカイが、刑事に向かって言ったんだよ。いやいや、ここにおわすはどのことここで。ここにおわすは毎年世界中を回って子供たちにたくさんのプレゼントを置いて帰るサンタクロース様にあらせられるぞ。皆のもと、雑魚が高い。雑魚じゃない、が高い。控えろ。そしたら刑事がこう言うんだよ。じゃあ外国から来たんだら、パスポートか身分証明書を拝見する。サンタが、わしはもう、高齢でね、もう運転はしないのじゃ。このトナカイが連れてきてくれたんだ。何？トナカイ？じゃあ、トナカイ、国際免許はあるのか？ありません。ああ、それじゃあお前、無免許と不法入国っていうことで逮捕し、動物園連れて行くぞ。と、一度大騒ぎのところで目が覚めた宅配便のドライバーがケーキを持って一言。
すいません、こちらにハンコをお願いいたします。お後がよろしいようで。